ムラカ動物園は、マレーシアのムラカにある動物園である。動物園の総面積は22ヘクタールであり、合計215種1200頭以上の動物が飼育されている。ムラカ動物園は、マレーシア国立動物園に次いで、国内で2番目に大きい動物園である。2007年、ビジットマレーシアというキャンペーンが行われ、ムラカ動物園に619,194人が訪れ、最大集客記録となった。1963年にマレーシア国立動物園と同時期に開園したが、1979年にマレーシア野生動物国立公園庁が管理を行うようになるまで、公立の動物園ではなかった。公立化が行われたことで、動物園の機能が強化され、公立のサービスは年々改善されている。ムラカ動物園は1987年に、当時の首相であったマハティール・ビン・モハマドにより、公立化が行われるまで、野生動物の救助拠点となっていた。公立の動物園となって、長い月日が経つものの、当初の役割であった、救助拠点や動物の聖域としての役割は、現在も変わらず果たしている。動物園では多くの鳥、両生類、爬虫類、哺乳類、昆虫などを飼育しており、ウルクランにある国立動物園に次いで国内で2番目に大きい動物園となっている。ムラカ動物園はレッドリスト指定動物であるスマトラサイの展示を行ったマレーシア初の動物園である。ムラカ動物園では海外の動物も飼育しており、現在動物園ではシロサイ、アジアゾウ、レッサーパンダ、ガウル、カモシカ、リスザル、インドニシキヘビ、オオカミ、モウコノウマ、ミドリニシキヘビ、キリン、ルリコンゴウインコ、インドシナトラ、マレートラなどを見ることができる。現在では、ムラカ動物園は、ムラカ観光の目玉の一つであり、公式の観光サイトにおいても紹介されている。現在、ムラカ動物園には、毎年40万人、1日平均1093人の人々が観光に訪れる。しかし、2007年にはキャンペーンが行われた結果、年間619,194人、1日平均1619人と、およそ 1.5 倍の人々が観光に訪れた。これは開園以来最多記録であり、399万 RM 1日平均13万 RM の収益を上げた。標識をつけた外国の植物や国内の希少な植物を植えた林のような環境の再現も行っており、気温が高い日が続く中動物にとって健康的で涼しく快適な環境の維持も行っている。また、交通機関との連携サービスも行っており、動物園のチケットを利用することでトラムを使用して、他の場所に行く際に 2.00RM の割引が行われる。また、動物園にはミニサファリのモノミヤグラ付近に A&W やカフェテリアなどの飲食施設がある。ムラカ動物園は絶滅危惧種の個体数増加を促進するため繁殖に関していくつかのプログラムを実行している。マレートラがトラの亜種として発見されて以降、動物園は40頭のトラの子供を育て上げアメリカ、合衆国など、世界の様々な地域に提供している。メック・ディーゴングとその伴であるワウォン・リーラックは2004年にサンディエゴ動物園に寄贈された。このほか国内外の動物園に提供される場所が決定されるまで一時的に留め置かれる動物の聖域として使用されている。動物園のアトラクションとしては以下のようなものがある。ムラカ動物園はムラカ州の入り口にあるLebuh Ayer Kerohの傍らのアジェール・ケローという町にある。ムラカからは約 13km の地点である。ムラカ動物園はアジェール・ケローワニ飼育園やムラカ国際貿易センター、サード財団大学、ムラカ市立医科大学などに隣接している。高速道路にはミナンカバウデザインの目立つ案内板がある。ありがとうございます。